それは私がやるって決めたから、やれるとこまで全力でやるしかない、人生かけようって思ってやってます。政党別に参議院選挙どこに投票するかっていう票が Google 検索でスマホで現れたんですけど、それの 50% が自民党に入れるっていうんで、後の政党はほとんど一桁なんですよ。令和さんのは見れなかったんですけど、なぜか票に出てなかったんですけど、この厳しい現状、岸田総理の支持率も 60% 超えてるんで、令和としてどう戦っていくつもりなんでしょうか。ご質問いただいた方ありがとうございます。おそらく日経新聞で世論調査的なものが発表されてたと。で、参議院選挙どこに投票しますかみたいなところで自民党が圧倒的だった。その他の政党を見てみれば非常に低い支持率であった。令和のやつはおそらく有料にかかってる部分で見れなかったってことですかね。おそらく見れなかったってことは、大体私たち支持率っていうのは 2% から 0% ぐらいで推移してます。その媒体によって数字の出方は変わっていきます。で、その状況だから圧倒的に強い今や支持率6割という現政権に対して、じゃあもう諦めんのかって話なんですけど、諦めようがありません。だって30年間この国経済不況なんですよ。そこにコロナやってきたんですよ。そして戦争も始まってんですよ。そこに対して国は一体何をやってるかっつったら、なんとかみんな耐え忍べ、そういう方向なんです。耐えられる？無理でしょう。だってただでさえ25年から30年の間経済不況で社会にお金が回ってない、25年間賃金だら下がりっていう中に一部の者たちだけが利益を拡大していく。例えばですけれども、大企業過去、大企業ここ9年間ですね、過去最高益上げてるんです。皆さんの中で最高益上げてる者います？ほぼいませんよ。つまりは何かっつったら、社会が完全に壊されてる、そんな構造なんですね。金持ちはより金持ちに、それ以外は眼中ない、そんな政治続いたら地獄じゃないですか。で、 60% の人たちが支持をしてようとしてまいと関係ないんです。変えなきゃいけないから。で、やればいいってもんじゃない。ただ一つ希望があるってことです。それは何かっつったら、選挙の時に 50% ぐらいの人たちが投票行ってないんですよ。これって大きくないですか。 50% のオーナーがこの国の運営に関わってない。株主総会、そこで大切な議決が行われるのに、そこで放棄してしまうっていう状態が今の国内です。だとするならば、残りの人たち 50% 放棄してる人たちと手をつなげば社会なんて変わりますよ。当たり前のことです。そのルールがまだ日本国内にある間は当然手を挙げますよ。やらせてください。私たちに数を増やしてください。権力を与えてください。皆さんのために徹底的にやりますっていう気持ちがなかったら、私ここに立ってないし芸能界続けてます。だって芸能界の方が給料いいもん。でもどうしてこれをやるかっつったら、この国の将来考えたらもう未来ないですもん。目の前の金だけ、自分のことだけで政治が進んじゃってる。その状況にブレーキかけられるのはオーナーの皆さんである。逆に言えば 50% 放棄してるんであるならば、希望がありますよ、変えられるという。もちろん選挙前になればその支持率っていうのは多少上がったりするものですけれども、当然一発で決まるもんじゃない。だって数十年の間この国の政治を放置し続けてきた人たちが圧倒的でしょ。私その先頭です。全く関心なかったもん、政治に。自分の人生だけでよかった。でもそういうわけにいかないって気づいちゃったからにはやるしかない。一回一回の選挙で議席を少しでも増やしていきながら影響力を強めていくしかない、そう思ってます。支持率に左右されるものじゃない。どうしてか、それは私がやるって決めたから、それをやらなきゃ死ねない、そういう思いですね。この3年間令和新選組2019年から旗揚げをしましたが、この3年の間に5人の国会議員を誕生することができました。これって永田町の中では一番脅威なんです。企業であったり労働組合であったり宗教団体であったり、そういうもの一切背後にないのに、人々の力だけで3年間で5議席、小さいですよ。700人国会議員いる中の5議席ですから。でも確実にこの短い間に数を増やせたってことは、当然皆さんと力を合わせることによって1人が2人に3人にって横に広げていただくことによって可能性はあるわけですね。選挙制度っていうものさえもなくなってしまう可能性、先々ありますよ。例えば緊急事態条項、憲法改正、これをやられてしまうと議員の任期なくなっちゃうんですよ。ずっと国会議員でいさせられ続ける、そんなことになったとしたらもう選挙開かれませんね。ある意味で独裁体制貫かれる可能性もある。こんな状況になってしまわない限りは、やれるとこまで全力でやるしかない、そういう思いです。支持率に左右はされない。支持率を見ながら仕事してるわけじゃない。支持率は支持率として受け止めながら、でも自分はこれをやるんだって決めたから、人生かけようって思ってやってます。人生かけるっつったってね、
あなた何のために人生かけるんですかってことなんですけど、先ほど言いました。日本の現状を知ってください。私たちのパンフレットの表紙でございます。この表紙、皆さんは日本の現状をどのように捉えてますか？30年間、経済が不況、そこにコロナまでやってきて戦争まで起こってるっていう現在、政治が機能してないんです。25年も30年も経済不況が続く国、先進国に一国もないです。日本だけ。参議院議員やってる時、山本太郎、安倍さんに直接聞きましたよ、当時総理の。25年以上デフレが続く国、日本以外で先進国にあったら教えてください。その答えは国の他にはあります。理由は何でしょう？日本の政治が誤り続けてきたってこと。それに対して皆さんを引きずり込んだってこと。社会にお金が回らない。生活が地盤沈下する。所得が減りっぱなし。そんな状態を作ってしまった政治は退場するしかないでしょ？でも今すぐ退場ってことにはならない。どうしてか。6割の人たちが今の政権を支持してしまってるから。でもこれは変えていくしかない。そういう思いです。